酒飲んでないよ。これあの薬の副作用ですね。酒そこまであんまアルコールの味がそんな好きじゃない。缶のやつそこまでなんだよな。野球見てない結局。携帯見てしか買ったの見てないですね。いや起きたんだけど何時起き8時とかに起きたの。でもちょっとやる気にならなかったから見なかった。見てない。いやね、8時からの知ってたんだけど、なんか違うことしようと思って、なんで8時にアラームかけたんだろう、わかんないけど、なんか起きて何かしようと思ってアラームかけたんだけど、結局見なかったね。今日見てない。結果だけ見た。見れなかったってより見なかった見なかった。いいやと思って見なかった。ツイート、いやツイートしようとしないよ。普通に朝起きて多分ねなんかダンス覚えたりしようと思ってたんだろうけど、野球見るつもりで8時にアラームかけたわけじゃない。もともと見なかった。いやそんなに、いやめっちゃ散らかってるわけじゃないけど片付けたいんだよな。そろそろ侍ジャパンには2人も割と出身が偉い確かに。でもあんま関係ないじゃんそれと見る見ないよ別に関係ないよ。衣替え、衣替えはしない。まだ薄めの長袖とかでいけない？そんな暑い？まだいけるでしょ。まだいいかな。顔かいな今日なんかめっちゃ出てるわ薬のやつが。いや赤面症もあるけど今は別に違う。でも薬のあれだね作用。これなピーリング効果がある薬で、ピーリング肌だからね、なっちゃうんだよな。仕方ない。早く終わんないかなこれ。痛くはない。痛いよ、ヒリヒリするめっちゃピーリング痛いよ。痛い、なんかピリピリする感じ、ヒリヒリ。もう仕方ないよ。いやね、かゆい痛みとは違うんだよな。違う、
チクチク違う、ヒリヒリ、チクチクはチュッチュはヒリヒリする。医薬品ではなさそう。医薬品で普通に病院で処方してもらったやつ。医薬品じゃなくってこれやばくない？あんまよくなさそう。普通に病院で処方してもらったやつですね。優雅であるんだよね、そういう薬が。ピーリング作用あるやつ。アレルギーじゃないよ、普通に肌のこう調子よくするやつみたいな。肌、肌そう調子よくするやつみたいな。荒れにくくするみたいな、みたいなやつ。強いから、さよか。だからね、若くなっちゃうんだよな。慣れるまでは肌がその薬に。やばい薬なわけないじゃん。普通に病院で処方してもらってさ。あるんですよ。もうちょっとしたら収まるはず。シルクっぽい。シルクじゃ、わかんない。シルクじゃない。サテン生地だけど。どうだっけ？自由。自由で買ったやつ。何年か前に。野球見てないですね。見てない。やっぱやってない。なんて。二週間ぐらいやってない。やばい、全然やってないわ。やんなきゃ。ヒアリンベピオ、アゼラインス、あ、なんかそう、そんな感じのやつ使ってる。だからね、なっちゃうんだよな、ピーリング作用肌のあるから赤くなる。仕方ない。みんな相当肌が強い人以外はなる、絶対に。この薬塗ったらめっちゃ強かったら大丈夫かもだけど。みんななるね。もう入る、もう風呂入ったんだよ。薬だよ普通に。調べたら普通に出てくる。なんか こういうやつなんだよね。ピーリング作用があるからこうなる。仕方ない。薬の副作用。顔出てるの？顔だって顔にしか塗ってないから顔だけだよ。それ以外出てたらそれ多分なんかのアレルギーだよ。いやだって顔にしか塗ってないんだもん。顔以外に出てたらやばいねそれは。え、これピーリングのそういうさ、そういう、なんていうの、ピーリング効果がある薬ってやけどと同じ状態になるの？え、ちょっと違くない？やけどとは違くない？多分違うと思うけど。
明わかんない。違うんだよね、そういう問題じゃないんだよ、これ薬の作用でこうなってるだけだから。なるんだよ、肌が慣れるまでは。関係ないんですよね、そういうの。当然なる、塗ったらなる。2週間から1ヶ月ぐらい、人によってあるけど、個人差。痒くはないけど、ヒリヒリするそう。ピーリング。でもそういうもんだよね、ピーリング。あ、日焼け、あ、確かにめっちゃ日焼けしたみたい。近いかも。ちょっと違うけど、日焼けが違うけど、近いかもしれない、感覚的に。ね、エペしようかな、後で。配信終わったら。え、PC 起動すらさせてない、ずっと。ずっと起動させてない。メイクするコンシーラー、多分そもそもメイクしない方がいいね、こうなってる時。あの医者信頼できる？これね、普通に調べたら出てくるよ。医薬品、普通医薬品なんていうの、普通に処方でもらう薬ですよ、これ。なんて調べたの？ベビオ？なんだっけ？ちょっと私が使ってる薬の名前忘れちゃった。似てる薬、ベビオちょっと違う。似てる名前が違う薬だ、それは。調べたら出てくるよ。ラップであるの？でしとこうじゃ、後で。ベピオ、ベピ違うけど、私が使ってるのなんだろう、あんま分かんない。私が使っエピデュオ分かんない。エピデュオ。似た薬何個があるみたい。よいしょ。仕方ないんだな。でもそれで入れたらね、そのさ、検索のところ入れたらさ、検索候補いっぱい出てくるじゃん、多分いっぱい。なんかそういうのさ、赤くなるとかそういうの多分出てくるはず。そういうもんなんだよ、だから仕方ない。は違うな。それもうもうエペ大好きじゃん。全部エペじゃん。そう、赤みと痛み出るのはね、普通なんだよな、そういう薬だから。まだ使い始めてさ、そんな経ってないから。
仕方ない。顔の皮膚が慣れるまでこの薬に。ここでね一回やめちゃうとね、またここで一回やめてさ、こう赤くなったからで塗らなくて、また時間置いて1週間2週間とか置いて塗るとまた繰り返しだからさ、塗るしかないんだよな毎日。そう、肌が慣れるのを待つしかない。ないんですよ。赤いけど。あ、猫アレルギーも、猫アレルギーで顔赤くなる時もあったけど、あんまないね。あったかな、わかんない。その薬のなのか塗ってた薬によってなのか。でも猫アレルギーそんなないんだよな私。髪どこやったっけな、アレルギーの全然2とかなんだよね。どこやったっけな私アレルギーの髪。どっかやっちゃったかもしれない。どこ置いたっけ。あった。あ、違った。あれ、どこやったっけな。これかな、いつもリュックに入れてるファイルの中かな。書いた紙が、私どこやったっけな。なくした。あれ見当たんないよ。やっちゃったわ。あれ、どこやったか覚えてない。なんかファイルがありすぎてね。どのファイルに入ってるかわかんないんだよな。わかんねえ。忘れた。どっかにやった。入ってそうなやつにも入ってないんだもん。でもなくした。ここに入ってるかな。最初に見てなさそうだけど。なんかね、ファイルがありすぎてどのファイルに入ってるかわかんない。なんかうちいっぱいファイルがあるんだよな。入ってないよこれ。これ入ってると思ってたんだけどな。
どこやったっけ、私アレルギーの検査の結果どこやった、何したこれ、これ後で見つけよう、後で後で。あれ本当にどこにやったんだろう、ありそうなやつに入ってないんだよ、やったんだよね、アレルギーのなんか全部の出るやつ、どこ消えた、どこに入れたっけな、なんかファイルにしまったの、どっかのファイルに、さすがに捨てないよ、なんかファイルに入れて、でもどこのファイルに入れたか覚えてない、ファイルがありすぎて家に、なんかいっぱいファイルあって一番必要けど、どこのファイルに入れたか覚えてないな、そこで猫レルギー分かったの、もっと前、猫レルギーは猫飼ってから、なんかもしかしたら猫アレルギーかもなと思って猫アレルギーだけ検査しに行った、その時にね2出た、まあ、出てはいるけどちょっとだねみたいな、あもうお世話とか、自分でしないで家族の、自分がその家族の人に頼んでみるぐらいでいいかもぐらいだった、先生言ってた、だからなんかちょっとしか出てはいるけどみたいな感じだった、その時そう出たのね、でもね去年検査したやつもそんぐらいだった気がする、でもどっかやっちゃった髪ねえどこやったら私検査結果私ねどっかのファイルに入ってるんですけど、もうどこにどこのファイルにしまったか忘れた、本当にいっぱいあんのこうファイルをしまってるコーナーがあって、か本棚のファイルがありすぎてどこのファイルにしまったか分かんない、いやさっき探したけどね分かんなかったんだファイルどこ入れたんだろう、分かんない、後で見て、そう立ち位置の紙とかをまとめてあるファイル、公園とかの、公園とかのやつがあって、あとなんかこうなんかレシピとか求めてあるファイルがあって、料理のと、あとなんかいろいろ資料とか、なんかいろいろあるんだよね、あと何あるかな、いろいろね、レシピなんかいっぱいある、レシピ求めてある、全然使ったことないけどいやなんか紙で取っといてもさ、結局携帯で調べてさ見るから全然使わないんだよね、まとめてあるくせに全然使ったことないけど一応ある、今までずっと貯めてたやつが、中学生ぐらいの時から、なんかさ中学生の時ニコラ読んでたから、ニコラにさそのなんかレシピ載ってるコーナーみたいなのがあって、料理のコーナーのページが、迷子そのページがあって、そこを切り取ってファイルに全部しまっていってた、でも全然使ったことない、撮ってるだけいや結局さ携帯でこう調べた方が早いし、そう、それでね
全然使わないけど一応取ってあるみたいな。なんか何なんかね、あとはその小学校の時のん小学校の時とかってさ、あのこう小学校の給食のレシピみたいな、なんか時々配られることがあって、それずっと撮ってた。献立のメニューじゃない、そのメニューのレシピ作り方。でも全然それ作ったことない。そのあとはなんだかな、クラブ活動があってさ、小学校の時私料理クラブ入ってたのね。でも毎回料理作るわけじゃん、料理クラブだから。でレシピも配られるの、そのレシピも全部そのファイルにしまってるけど全然使ったことない。給食レシピなんてもらう、なんか学校だよりみたいなやつのなんかちょっとだけ隅っこの方にちょっとレシピ載ってたりとか、あとはなんかそのなんかなんだっけな、わかんない、なんかイベントみたいなにその行ったらなんかもらえたりしたんだよね、学校給食のレシピみたいな。全然使ってないけど、それはそれはあるよ、それはねわかるんだよ。でもね、その私が探してるのは違うんだよ。ちょっとさ、あとなんかあるかな。探してるものは出てこないくせにな。ね。ちょっとだけさ、ちょっとだけさ探すわ。ちょっとだけ。出てくるかもしれん。アレルギーの紙、え、どこにあった？本当にないんだけど。しかももう一回さ、あのファイルみたいな。本当にない。え？え？なんでないわけ？なんでないかがわかんない。紙の間に挟まってる。ないよ、さすがにね、さすがに。あとでもう一回探してみる。それなんだこれ、見てこれ、今までの挟んであるやつ、料理の。大分放送局、大分のやつか、エンジョイテレビ。これはね、ずっと挟んでるからさすがにすぐ見つかる。めっちゃこういうファイルに入ってる、いっぱい入ってる。あとはなんかそれさ、本とかに入ってる、本
ントなんかいっぱいある。よくさこうスーパーとかでさ、おいなんか切れてるんだけどこれ、うん、なんでこんなビリビリな全然使ったことないけど、クリスマスホームパーティーメニューみたいな、バレンタインのレシピとか、これなんかの本切り取ったやつだろうね、切ってある、でもわかんない、全然使ったことない。これあれだね、公明とか書いてたけど、あ、給食だよりだ。それにね、学校の給食に出てきた。ちょっと待って。こんなん。トレニータ丼。もう少し。キムタクご飯、キムチとたくあんのご飯。給食だよりじゃん。簡単ピザ、ここ簡単ピザとか記事が出てきた覚えないけど、ちょっと待ってる、かぼちゃマフィンも出てきた、これなんだろうね、よくわかんない、これあれだ、こっからちょっと待ってね、すっごいなんかなんかめっちゃ落書きされてるの出てきた、なにこれ、誰かにやられたのかな、弟か妹かに落書きされてる、なんだろうこれ、記憶にないや、あ、これなんか覚えてる、これちょっとここら辺はよくわかんないけど、これなんかね、夏休みの時にさ、小学校でなんかお弁当を作ろうみたいなやつがあって、それでもらったレシピかなと思う。人参のグラスがあってね、これめっちゃ嫌だった全部もうすごいよ、このレシピ見てほしい、絶対レシピいらないだろうっていうレシピ、ホットチョコフフフ料理クラブ第6回料理クラブ、ホットチョコ絶対いらないだろこんなのレシピ、板チョコは小さくあって、鍋に牛乳を入れて火にかけ弱火で温める、チョコを入れて混ぜよく溶かす、チョコレートが溶けたら出来上がり、絶対いらないでしょレシピあ、こんなの小学生だね、ホットチョコのレシピまであるから懐かしいな、なんか料理クラブ4年生から入るんだよね確か、3年間料理クラブ全部入ってた、帰れるんだけど料理クラブで入ってた、料理クラブがね一番人気なんだよね、入れない子もいるんだけど3年間全部入れたなんかあるかな、はい、そんな感じだな、そうなんか毎回ね卒業のさ、卒業アルバムの写真撮るんだけど、そのクラブごとでその数なんか仲良しクラブかな、わかんないけどなんかいろいろあって、料理クラブ、読書クラブ、ボードゲーム、あとなんかあと なんかいろいろあるのねパソコンクラブとかもあった気がする、いろいろあるんだけど、その卒業の時にさ、その卒業アルバム撮る時に毎年ミニパフェで、懐かしいな、これだけは決まりだったんだよ、なんでかわかんないけど、なんでかわかんないけど毎年ミニパフェの時に写真撮るとき、卒業アルバム用の写真撮るときは毎年ミニパフェだった。
とか履修あるはず。すごい全部適量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 すごいわ。絶対これもねレシピいらないよ。作り方も書いてるアレルギーの紙とか言った後で探す。後でだって見つかんないんだもん。どこ行ったのあれ、わかんない。あれどこ行ったんでしょう。あ、まだいっぱいある。あ、危ない危ない。一旦出そうかな。入んないわけで今。本当なんか。え、本当にいいな、こういうさ、料理のさ。こういうなんか、紙。なんかピーマンの肉詰めのレシピとか全然本当に活用したことはないんですけど取ってある。これなんだろうね。お母さんにもらったのかな。お母さんがいる全然作ったことないだろ、こういうのでも全部取っていっぱいある。ほらいっぱいある。これ何、新聞？わかんないな。新聞かな、これ。なんかいっぱいレシピが。新聞かな。なんかよくわかんないけど。作ったのほぼほぼないよ。ラッシーどれだっけな。ラッシーをねジュリークラブで作ったことがあって、それは作ったことある。見ながらどこだっけな、ラッシーのレシピ。でもラッシーもね簡単なんだよな。めっちゃ簡単なものしか作んないけど、こういうのって時間もないし小学生が作るやつだから。どこやったっけな、ラッシーのレシピ違う場所にあるかも。入ってないよ。フルーツラッシーは違う。でもラッシーあれ料理クラブのやつでラッシーがあったはず。うん、ない。消えた。嘘でしょ。作った唯一作った記憶があるラッシーがないんだけど。え？え？どこ行った？ラッシー。ない。消えた。おかしいなぁ。まあ、いっか別に見ないし、もうきっとレシピお前作ったけどこのレシピ見てみてね。見てこんなも出てきた。サンリオの何これ、たこ焼き、キャラホール。これも作ったことないですね。なんかそんなのがいっぱいある。まとめてあるやつだこれ。何まとめてるの。なんかあーでもなんかここら辺バレンタインのやつとかまとめ方適当すぎるけど
なんかどれか作ろうとした記憶あるかも。作ったかは覚えてないけど、今年のバレンタイン何作ろうかなと思いながら見た記憶あるかも。でも作ったかは覚えてない。なんかいっぱいいっぱいある。なんか作った記憶、ジャワースリーコ、これなんか作った記憶ある。これか、あ、レシピ、これなんか覚えてないけど、なんか作ったような記憶ある。なんか髪外れかけてる。なんかいっぱい人にまとめてる。これなんか雑誌の切り抜いたやつ、お母さんにもらったやつかな。多分こういうの読まないから、私そんな小学生ぐらいで読まない。小中学生で見てよ、さっき言ってたニコラの出てきたよ、ニコカフェ。もうこれね、ほら見て、全部読んでたやつはほぼほぼ取ってある。コーチングなんか、でもね、何も作った記憶ない。こんな見えないな、ちょっと大丈夫か。なんか作った記憶ないな。この中で作ったことあるの？ないかも。でも撮ってはある。そんな読んでたんだよね、ニコラ。全然作ってないけど、作ったかな、覚えてないな。懐かしい。これか、ニコラのさ、友チョコの、友チョコ、何、バレンタイン、なんて書いてあった、バレンタイン特集みたいな、なんかいっぱいレシピ書いてあるやつ。あ、もうなんかあるわ。多分作ったことはない、記憶がないですね。いっぱいある。バレンタインレシピ、なんか本当なんかね、なんかいっぱい取ってはあるけど全然作ってはないね。学校給食のやつとか、ああなんかバレンタインに紛れ込んでた、こっちに。全部取ってあるだけの。いや、うん、いっぱいいっぱいないな。あるけど、どれも作った記憶はない。かわいい、なんだこれ、キャラランチ、これな、チラシ寿司、見て、あら、かわいい猫、かわいい。作ったことはないけど、レシピはいっぱいあるんだけど、
ケーキのレシピとかあるけど作ったことないな。バレンタインのやつ結構いいかも。バレンタイン絶対さ、ここにさ穴開けパンチでバナナ入ってる。絶対スーパーとかにこうさ引っかかってさこう置いてあるやつよね。絶対そうだわ。わかる？こうさスーパーとかに引っかかって置いてあるさ、こうなんか誰でも取っていいですよみたいなやつ。絶対それだ。絶対、あーやばい落ちる、やばい、あ絶対あれだよ。何個かあるそれが。あこれもだ。これ何、これゼラチンのやつ。ゼラチンのゼリーとか。これも取ってきて。これもだな。バレンタインの、あこれなんか作ってないか。でもなんかどれかのレシピ見て生チョコは作った記憶ある。レシピ本あるんだけど、そのチョコレートとかのレシピの本あるけど、なんかねそれで作ると生チョコ、そのレシピで本にあるレシピで作るとチョコがうまく固まんなくて、なんかどれかで作ってたんだよな。どれだったっけ、どこに書いてあるかもしれない。このここら辺のここら辺もう適当だな。ここら辺のレシピのバレンタインのこれじゃないの、これか、ガーナ生チョコ。わかんないけど、そうかもしんないわ。覚えてない。なんかねレシピのさ本に書いてるやつで作ったら固まんなかったんだよね前。いつもどのレシピ作ってるか毎年わかんなくなる、生チョコ。毎年作ってるはずなのにどのレシピで作る、本のやつじゃないのはわかってるの、固まらないっていうのは覚えてるけど。でもどのレシピを見て作ったのか毎年わかんなくなるんだよね。毎年忘れるね。そうめんも美味しく、そうめんのカレー風味のそうめん、具沢山そうめんサラダ、生姜たっぷりつゆでさっぱり、え？え？生姜たっぷりつゆでさっぱりそうめん、冷やし中華風そうめん、イカネギしようね。ダメだ、今見たらお腹すくな。ラー油混ぜ麺、マジックソルトで優風さん、美味しそう、全部美味しそう。どうなんだこれ、懐かしい、見てちょっとこれクッキングオーバー超のさ、ちょっと見えづらいかな、このカラーじゃないからさ、これロールキャベツ、肉じゃが、あ、クケが懐かしい、なんか取ってある、いっぱい。でもね一個も作った記憶ない。あ、いっぱいある、懐かしい。クッキングママ、これ何年前だろうね、私が小学生ぐらいの時、小学校5、6年生ぐらいの時かな、ってことは8、9年前くらい。だね、懐かしいな。
でもどれも本当こんだけさいっぱい撮ってあるのにさ全然作った記憶ないんだよね。本当あるだけ。今さ携帯で調べちゃうからそう見ないんだよな、あるのに。そうなんだよね。難しい。これもちゃうな。これ何のやつだ。探偵ミーミーのおしゃれ事件簿、ベルのかわいいレシピって書いてある。真夏のプリンセスリングドーナツ、かわいい。誰だこれか。ちょっと見えづらいかも。この何なのこれこれのレシピ懐かしいな。これで全部だわ。しまおう。よいしょ。懐かしい。あ、55分ランキング読まなきゃ。ちょっと待って、これしまいたい。全部出しちゃった。料理のやつこんだけ取ってあるのにさ全然作った記憶ないいつか作る気になったら作ろうかな。なるかな結局ね携帯で見ちゃうからこれだけしまったらランキングも。順番いいか、後で言う。後で、あとアレルギーの紙探さなきゃ。よし、じゃあ13位からランキング見ますね。13位ラクランクさんありがとうございます。12位コペルさんありがとうございます。11位あきひこさんありがとうございます。10位おまめさんありがとうございます。次9位バトニーさんありがとうございます。8位ゆきひょんさんありがとうございます。7位筋肉愛好家さんありがとうございます。6位まぼろしさんありがとうございます。5位ジョークスノーさんありがとうございます。4位まるさんありがとうございます。3位としのりさんありがとうございます。3位の方やんだか。次に位ラボーナさんありがとうございます。そして1位がナオトさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう、よし、ありがとうございました。探すの忘れないようにしないと後でアレルギーですどっかやっちゃったどこやったんかな。私ちょっとここら辺のやつ直しとくか。よいしょ。いっぱいあるわ。どこいるかな。あ、明日の配信も今日と同じぐらいかな。23時ぐらいでやると思います。しまいます。作る気になったら使うかなずっとこうやってさしまってあるだけなんだよね。大量にあるけど。スマホで写真撮っていく全部。いや、大変じゃんこれ全部撮ったら。相当写真撮んないといけないよ。いや、いいわいいわ多すぎる。こんだけあるんだよ、見てよ。こんないっぱいある。無理だよ。
容量がそんな使うかもわかんないレシピでいっぱいになってしまう。アレルギーの紙探しとくもから。じゃあまた明日の配信で、明日はもう言ったね23時ぐらいかな、今日と同じぐらいだと思うんで、片付けして、アレルギーの紙探す、先に探すかな、ちょっと見つけといた方がいい絶対に。隠してるままはやばい。じゃあそろそろだね。じゃあまた明日の配信で、ありがとうございました。おやすみなさい。またね。また明日。バイバイ。おやすみ。また明日。おやすみなさい。